可愛い子に締められるなら悪くはないけど、なんか俺を誰かとさ間違えちゃってない？挑発男なんて知らないな。俺は石化が溶けてからずっと一人だけど。よしよし、申し遅れました。私はベヘモット34中手団中尺ケツァルコアトルと申します。まず最初に、しかしなんでわざわざ転校生を3組に入れるかな。先生が説明してくれるはずじゃ。俺様はギド・ルシオン・デビルーク、この宇宙の戦乱を収め頂点に立つ男だ。へえ、まあ行った先がカラスノだしな。昔は強かったのか知らんけど、ガラスのっつったらマネが美人ってことくらいしか覚えてないし、相手も能力者だろうから能力を奪える。もし失敗したとしてもタイムリープ能力で今の時点からやり直しができる。それなら異変は生じないから。しかし雪平すげえな、大球石に直撃で圧勝ってよ。罪救う、それを決めるのはお前じゃないんだよ。おいバルバトス、いいからよこせお前の全部。あの時のお前がメメントモリに支配されていたのはもう知っている。謝る必要はない。別に悪いことばかりじゃなかった。来る日も来る日も追いかけて、やっと彼女のお墓がある墓地までたどり着いたんだ。お墓に住んでるなんてすっごくエクセントリックでラブリーだよ。君も一緒に住んでるんでしょ、案内してもらってもいいかな。何も持たぬお前たちに住む場所と温かいスープを与えた恩を忘れたか。右足と左足がこの心臓に立てつくなど。もちろん生きている。僕のスタンドはチンケな能力だからね。人を殺すパワーや能力はない。もっとも今のように誰かが破いてしまえば別だがね。意外に高いんだなカーテンって。でもこれでやっとゆっくり眠れるぞ。しばらく対局がないし、いい機会だから今のうちに家にいるものそろそろちゃんと揃えないと。ブドウをどうやって育てるか知ってる？ブドウの枝は他の植物と活着する力が強い。だから接ぎ木して育てるんだ。こんな風に。あの子は変わらないよ、いつまでも。あなたがこれだけ頑張っているのに。俺が何をしようと全部意味なんてないんじゃないかと思うことがある。俺にはわかるで。はあ、何に挑んでるんや。挑む、なんかを守るために挑んでるんやろ。おめでたい頭だね黒子くん。歌舞伎ってものを君は全然わかっていない。僕が最初に稽古をつけてもらったのは3歳の時だよ。俺バン俊作、よろしくな。 A.6 バン俊作さんを登録しました。こいつ必殺技とかないんすか？必殺技、うん、だってロボットは戦ってなんぼじゃないですか。なあ悪いけど変わってくんない？はあ？そっちは2人だろ、こっちは3人いるんだ。人数多い方がテーブル席に座るのが当然じゃね。すいません、この荷物なんですけど。あ、お客様でしたか。今インターホン壊れてて何かご用でしょうか？俺は急いで連絡するためにトイレに行っていた。後のことは聞いてなかった。これしかない。道を切り裂く恐ろしいノイズが。この学校には悪魔が潜んでいる。どうかあなたの忠実なるしもべを救いたまえ。仲がいいんじゃなくて同志ってとこかな。勉強会的な。会長の指示待ち、トップダウン体質ではこの先手合は生き残っていけない。言ったはずだよナナ、僕らはこの結婚式でみんなを同じ気持ちにしなきゃいけない。世界を同じにするために。必ず王なり皇帝なり、または強大な軍事力を持つ大国が現れて支配し殺し合う。ゲルドにはオーガどもの里を襲わせたが、まさか生き残りが進化したとでも言うのか。それにあの獣だ、ジュラの森にあんな化け物がいるなど聞いてないぞ。俺が知らぬところで。そうじゃないんだけどよ、
一緒に歩くとはぐれるし、一緒に寝ると次の日の朝毛が抜けてるし、でも毎日一緒に風呂入るぐらいはラブラブだね。あ、そうか、そういうことか。さすがのお前もレベルの低い連中といると自分のレベルまで下げてしまうんだな。僕はルピエ、プロデューサーにしてタップも作曲もイケてるエンターテイナー、そして今日からは君の講師となる男だ。僕の仕事はどんなまだらも水玉に変えること。ナリちゃん、なんでいつも竹本にノートを写させてやってんのさ。ナリちゃんに全然メリットなくない？んなこと言って本当は好きなんじゃねえの。日焼け跡エロいもんね。批判も悪口も立派な楽しみ方の一つで俺の心の勝手だ。この際だ、これまで貴様に気を使って黙っていたが、あのクソアニメに思っていたことを今さらながらドブッチギリでぶちまけてやる。95万人毎年マグメルで行方不明になる人数、3分の1は生きて帰ってこれない計算になる。もちろん武装した人たちも含めて。声で息吹き込んでよ、燃え上がる想い焦がされて傷ついてゆく。お嬢さん話聞いてくれ、俺たち財布がマジでフレイ、それでもこいつ探す探偵、見かけたら連絡助け船。あは無酸素状態の風船ガムの中に可燃性ガスをため、相手に飛ばし風船を破り、新鮮な酸素を得た可燃性ガスが大爆発。ごめんなさい、帰ります。やっぱり私のようなろくでなしはこのお宅を訪れるべきではなかったのです。今すぐ追い飛ばさせていただきます。私ごときが長いしてごめんなさい。なんだっけあの雲の形、なんて言うんだっけ。はい、ギレイの先生見てくれよ、これかっこいいだろ。冷てー。ハイパーエキセントリックウルトラグレートギガエクストリーム、もっかいハイパーすごいパンチ。大丈夫か。僕は一人じゃない。なんでお前が決めるんだ。自分ができなくなったって、聖夜伊吹先輩のラグビーをそばで見ることができれば僕はラグビーと生きていけるって僕が決めたんだ。曲がりなりにも400年好き勝手してきたあれを殺したんだから、さぞ売れた食べ頃ぞろいって期待してたんだけど、想像以上だった。夢と希望を羽ばたかせて未来につないでいくという壮大な意味が込められているんだと、そんなことを本気で考えている人だった。ラインス、正直に答えよ。今勝率はどの程度だ。賢者シロエ、つくづくあの世口説き落とせなかったのは痛手だった。あれ、もうできちゃった。そんなにドイヒー作業じゃなかったよ。関連マンガン、サンザンマンガン、関連マンガン、ガンガンマンガン、関連マンガン、それを800個な。え？ 800 個？